こんにちは皆さん、おかま、おかまよ、私おかまいなくっておかまだけにいやというわけでね、今日はね、私その女心もね男心もわかるから、まあいろいろ教えてあげるわ。ところで、あなた私のベールが見えるかしら？え？どんなベールかって？カマンベールチーズよ。いやというわけでね、今日はねレディのみんなにね、男の殺し方、違う、男の落とし方を教えてあげようかな。私殺し屋じゃないわよ。私オカマだけど鎌は振り回さないわ。いやー、まあ男がどういう時にグッとくるかってのはもう簡単よ。パンチラ、パンチラよ。まあとはいえちょっとやそっとのパンチラじゃね、やっぱ男はね見るもん見てるから、まあそんな簡単に振り向いてくれない。だからね、思い切ってスカート全部パンツに入れる。そうすればもう間違いない。それで街中歩けばもう間違いないわ。もうね、多分もういきなりブレスレットとかねもらえちゃうわよきっと。うん、まああの鉄の冷たいブレスレットよ。いやー、そんな感じかしらね今日は。まあじゃあね、また、まあ、さようならっていうよりはね、皆さんが私のねこのスナックから、まあ、帰っていく形なので、まあ、また来てくださいということで。というわけでカマンベールでした。またねー。